ドイツ語共同体は、連邦国家であるベルギーを構成する主体である、共同体の一つ。ワロン地域にある、リエージュ州の東側854平方キロメートルに位置し、オストイコールカント地方の11の基礎自治体のうち9つを、占める。伝統的に西中部ドイツ語に属するリプアーリー語と、モーゼルフランコニア系の言葉の話者が多く、 一帯の人口は7万3000人以上、ベルギー全体のおよそ0.73%を占める。オランダ、ドイツ、ルクセンブルクと国境を接し、また共同体独自の議会と政府をオいペンに置いている。ルクサンブル州の多くの住民は、西中部ドイツ語である、ルクセンブルク語を話しているにもかかわらず、これらの住民はドイツ語共同体に含まれない。 ドイツ語共同体は1920年にドイツから活動されたドイツ語話者の住む地域で構成されている。また今日のベルギーでは、同国領内においてドイツ語話者の地域が他にもある、ウェルカンラとバランやリュクサンブール州南東部のアルロン及びその周辺が、これらは法令上ではドイツ語共同体を構成するものとはされていない。 これらの地域においてはフランス語の拡大のために、ドイツ語が薄れるという状況にある。非公式には2017年3月から、東ベルギーとも呼ばれるが、マルメディオゴーリも含めた、カントン・ドゥレストあるいは、オストカントネ、東オゴーリにもこの訳語が用いられるため、注意を要する。オストイコールカント地方はドイツ語共同体と、フランス語共同体に属するマルメディオ呼びウェイメで、 構成される。オストイコールカント地方は1920年まで、プロイセン州ライン県のオイペン軍及びマルメディ軍であったが、第一次世界大戦でドイツが敗れたことを受けて、ベルサイユ条約により、ベルギーがオストイコールカント地方を併合した。そのためこれらの地域は、カントンズリダイムズとも呼ばれる。ベルサイユ講和条約は、現地住民に対して、 自らの政治的地位を問うように求めていた。この手続きは、無記名による投票で実施されなかった。それどころか、ベルギーに帰属することを望まず、ドイツに留まりたい住民は、氏名と住所を記載しなければならなかった。実際にヘルマンバルティア率いるベルギーの軍事、統治機関はこの住民投票の公平な実施を阻み、 また多くの住民が身柄拘束やドイツ貴族を表明した場合の排斥の危険にさらされていた。1920年代半ばにドイツとベルギーとの間で秘密協議がなされ、ベルギーの財政立って直しの手段としてこの地域のドイツへの売り戻しが検討された。この時2億金マルクが提示された。ところがこの動きに対して戦後秩序の崩壊を恐れたフランス政府が、 ベルギー政府に介入し、ベルギーのドイツ人に関する協議は破談となった。しかし併合からわずか20年後の1940年、オストイコールカント地方は第二次世界大戦において再びドイツ領となった。自らがドイツ人とされるようになり、オストイコールカント地方の住民の多数はドイツによる支配を歓迎した。1945年に、 ドイツが敗戦したことを受けて、オストイコールカント地方は再び、ベルギー領となり、ナチスドイツに協力したとしてベルギーを呼び、ワロンの当局によって、現地住民の非ドイツ化がなされようとした。1960年代初頭、ベルギーはオランダ語の北部のフランデレン地域、フランス語の南部のワロン地域、二重言語地域としての、首都、ブリュッセル、そして、 オストイコールカント地方のドイツ語和社地域という言語別の4つの地域区分を導入した。1973年には3つの共同体と3つの地域が設置され、それぞれに自治権を与えた。この時、ドイツ語共同体には立法機関としてドイツ語共同体議会が設置された。現在、ドイツ語共同体は、 特に言語と文化については一定の自治権を有しているが、地域としてはフランス語話者の地域である、ワロン地域に留まっている。近年はドイツ語共同体も単一の地域の地位を得るべきだ。ワロン地域から、とりわけ社会政策、遺跡、建造物保護、環境保護政策、交通、基礎自治体の財政に関する権能を移管すべきだという主張がなされている。 ドイツ語共同体首相のカールハインツ・ランベルツはドイツ語共同体の地域としての完全な自治権を得ようと主張している一人である。特に空間計画、都市建設、住宅に関する地域の自治権の獲得を目指している。ドイツ語共同体は独自の政府を有しており、独自の議会から5年の任期で任命される。政府は首相を長とし、 ドイツ語共同体長の補佐を受ける。政府は4人の閣僚で構成される。ドイツ語共同体政府の庁舎ドイツ語共同体は、以下の基礎自治体で構成される。ドイツ語共同体長の入り口。キューリンの記事むしろは、旗と異なるように配置され、また王冠をいただいている。1989年。 共同体の旗と紋章を制定することが求められるようになった。この結果、紋章には共同体の2つの地域がかつて属していた、リンブルフ公国とルクセンブルク公国のものを組み合わせた遺章となった。1990年10月1日に紋章、旗、色を定めた法令が採択され、同年11月15日に施行された。 この11月15日はドイツ語共同体の日として、毎年この日は共同体の休日となっている。旗には白地に赤い獅子と青いキュウリンのキ地むしろが描かれている。ドイツ語共同体の色は、白と赤を水平に配置したものである。ありがとうございます。